競輪選手を目指すあばれる君。でもいつも乗っているのは普通の自転車。やっぱりね、競輪選手を目指すんであればこのママチャリじゃダメですね。競輪選手にとって自転車は大切なパートナー。トップ選手も自分で整備をします。そこであばれる君、競輪自転車の工房を訪ねました。いや、ここら辺だって聞いたんですけれどもね、自転車工房、牧田工房さん。ん？なんか変な音がするぞ。やってきたのは富士市大渕にある牧田工房。牧田さん、おだす。牧田幸喜さん。牧田さんが作る自転車はジオラマというブランド名でプロの競輪選手に愛用されています。これがあの自転車の何になるんですか？これはフレームです。フレーム、フレームっていうと枠ですね。あの真ん中ら辺だ。本体で。なるほど。これに車輪がついて自転車となっていくわけですね。うわうわ、ちょ、これなんですか？これハルトム選手じゃないですか？僕知ってますよ。貼ってあるってことは、もしかして、うちの自転車乗ってもらってます。あ、なるほど。え、じゃあハルトム選手と直接電話でやり取りとかも？いや、ここに来るんですよ。ハルトム選手ここに来るんですか？富士市出身の渡辺春友選手は平成20年の日本選手権競輪で牧田さんが作ったジオラマに乗って優勝を果たしました。やっぱ春友がダービー取った時は嬉しかったですよね。生で見てたんで、その時は、はい、僕も作ったフレームで優勝してくれたんで、まあ彼の努力の方が大きいですけどね。実は牧田さん、6年前まではプロの競輪選手でした。先輩のやっていた工房を継いで、今は一人で月に5台ほどの自転車を作っています。渡辺春友選手も牧田さんの自転車には信頼を置いているといいます。何よりも真面目な牧田さんの仕事は選手にも評判です。自分の作った自転車でね、優勝とかしてもらうと人一倍嬉しいんじゃないですか？そうですね、やっぱ一着取ってもらうのは嬉しいです。あばれる君、牧田さんにプロに向けてのアドバイスを聞きました。やっぱ努力ですね、はい、努力、はい、まあ諦めない根性で頑張るしかないですね、はい、甘くはないですね、絶対に、はい、1年後いけます僕。それはもう努力次第なんで。やっぱりね、競輪の世界っていうのは自分の実力の世界です。僕も自分の芸で自転車手に入れていきたいと思います。行ってきます。